ハバニーズとは、キューバもしくは地中海西部を原産とする愛岩犬種である。原産地は、一般的には、キューバとされているが、犬種名よりハバナ、元の犬が生まれたとされる地中海西部を原産地とする説もある。ビションハバニーズと呼ばれることもあり、これのキューバ原産のオリジナルのものの姿を再現した犬種は、ハバナシルクドッグと呼ばれて、別犬種として扱われている。 16世紀にスペイン人がキューバに持ち込んだラップドッグのような犬が元であると言われている。それが改良されて現在ハバニーズと呼ばれる犬の前身が作り出された。それはキューバの上流階級の人々に愛され高ステータスの愛玩犬としてロシアやフランスなどに輸出された。その後ハバニーズの前身は愛外剣として大きな人気を博すのだが輸出された国で革命が起こって 貴族の地位が没落すると各地の犬たちは絶滅していった。このことはキューバでも例外ではなく多くの犬の命が失われた。絶滅を回避するため生き残った犬たちは密かにアメリカ合衆国へ送られてプードルや他の小型のビション犬種と交配され現在のハバニーズが誕生した。ちなみにこの ハバニーズという名は後の世になってから付けられたもので、アメリカで改良が行われてからこの犬種名に統一されたと言われている。キューバの情勢がある、程度安定すると、アメリカからハバニーズが送り返され、再びキューバでもブリーディングが行われるようになった。現在、アメリカやヨーロッパで人気が高まっているが、まだ他の国では珍しい存在である。 キューバでもかなり珍しい犬でアメリカで飼育されているものの方が断然多いと言われている。全身を縮れてウェーブがかった綿のようなシャギーコートが覆っている。毛色はホワイト、ミルク、クリーム、ゴールド、シルバー、ブルー、ブラウン、ブラックの単色かそのいずれかの2色の組み合わせである。マズルと足は短く、耳は垂れ耳、尾は背中に背負った尾で、 耳と尾にも飾り毛がある。体高28から32センチメートル、体重3から6キログラムの小型犬で、性格は優しく知的だが、警戒心が強い。運動量は少ないが、毎日コートの手入れを行う必要がある。白内障、進行性網膜萎縮症にかかりやすい。ありがとうございます。